持ちです。ピピピス、今回はダイエット頑張り中の私の食事記録を Vlog で回してみました。それではどうぞ。今リルのポップアップが3日間のうち 1日目の出勤が終わって、ただいまの時刻21時48分。今メイクも落としてちょっとすっぴんになっちゃったんですけど、ちょっとなんかダイエット飯の記録を取ろうかなと思い、今日のご飯こんな感じで、なんかちょっと見栄えめちゃくちゃ悪いんですけど、しかも机の角に置いてるっていう。お蕎麦にこれつけるめんつゆに、これはねおしんこを自分でつけたやつに納豆を食べます。ダイエット飯、こちらのご飯をいただきます。まずは浅漬けから、キャベツの浅漬け。うーん、ま、聞こえてる？ASMRになってるかな。めんつゆにネギをたっぷり入れたお蕎麦。私一口めっちゃでかいんだよね。一口がでかすぎて結構毎回ファンの子にびっくりされる。いただきます。うんま。最近お蕎麦にちょっとハマってて、お蕎麦ってヘルシーでさ、本当に美味しくて簡単にできてハマってます。でも私一口でかすぎてすぐ食べ終わっちゃうから、めっちゃ噛むように心がけてる。一口でか、でもさ一口でかく潜って食べるのがなんか美味しいんだよね。私は口の中に頬張ってるって感じが好きなの。このねプレートを使いたくてこれをセットにしました。彼とのバレンタインデート Vlog っていうのを出したんですけど、その時に御殿場のアウトレットに行ってここでね買ったの。やばい、お蕎麦4口ぐらいで食べ終わっちゃうんだけど、1人前、秒でくさ。今日は2月の2日なんですけど、明日明後日が2日間リルアンビションのポップアップで新宿ルミネ2でね立たせていただくんですけど、やっぱポップアップの日はちゃんと食べなきゃ体力がなくなっちゃうから。この浅漬けはね白だしだけ入れて漬けました。浅漬けの素買い忘れちゃって、彼がめっちゃ料理得意なんだけど、彼が白だしでいけるって言ったから白だしで、私が漬けたって言ったんですけど彼が漬けてくれました。嘘つき。彼めっちゃ家庭的でいつも美味しいご飯作ってくれたり、洗い物してくれたり掃除してくれたりとか、私がすごく家庭的なことが苦手なのでいつもやってくれます。シーシーありがとう。いつもねえ、なんかさお蕎麦普段茹でないから茹でてみたらさ、なんかこんな固まってんだけど、なんで茹で方ミスってるよね絶対。あと食事中はあんまりお水を飲まないようにしていて、なんか送信エステ通ってるんだけど、送信エステのお姉さんに食事中に水飲むと消化しにくくなっちゃうんだって、だから食べる前と食べた後に飲んだ方がいいよって言われたから飲まないようにしてます。やばい、じゃじゃん、こんなピカピカに食べ終わりました。で納豆最初に食べちゃうとさ、ネバネバレが全部なるの嫌だったから、納豆は今から最後に食べます。最後に納豆を食べます。納豆も私大好きなんだよね。でもいつもなんかちょっと味のある納豆を買う。こういうなんかこれは確かね梅黒酢みたいな味がついてる納豆だった気がする。納豆さ食べるとさお米と食べたくなるよね。ここはちょっと我慢。てかこの前さ爽やか行ったんだけどさ、静岡のハンバーグのめっちゃ美味しかったの。あのデート Vlog でね食べてるとこ載せたんだけど、めっちゃ美味しかったよ。混ぜ混ぜ、いただきます。わー美味しそう。うん、うまっ。3口です。ごちそうさまでした。っていうとあるダイエットご飯の夜でした。また回します。今日のダイエット飯は私がね大好きなねサラダがあって、ちょっとそれをみんなに紹介したくて食べます。
ちょっとめっちゃ食べかけで申し訳ないんだけど、ちょっと写すね。じゃーん。今日お昼に彼がね作ってくれたサラダで、パクチーに下にリーフサラダ敷いて、上に豚しゃぶを乗せて、でこのおろしを上からかけたサラダなんですけど、こちらを食べます。そうで、このサラダね、もともと豚しゃぶとか全然乗ってなくて、もうゴリゴリパクチーに下にキャベツとか何かしら敷いて、そこにごまだれをバーってかけて食べるっていうサラダで、それを普段は彼とよく食べてるんだけど、ちょっと今日はなんかスペシャルに豚しゃぶがね冷凍してあったので作ってみました。作ってくれました私もうパクチー大好きでさ、パクチーサラダ大きいボウルとか丸々全部食べれちゃったりするの。いただきます。普段はこんな豚しゃぶとかやらないんですけど、豚バラはちょっとね脂質多いので気をつけてください。でも今日はいいんだ、美味しく食べようっていう日。ストレスをためずにね、美味しいって思うものでなきゃ続かない。うん。てかお家にさ、ダイニングテーブル欲しいんだよね。私ずっとさ、ローテーブルで食べてるからさ、ご飯。ダイニングテーブル欲しい。ん？ブー。めちゃめちゃ待って。ブーがやってきた。今日はこの後髪の毛をねボブに切りに行きます。人生初ボブなの、緊張してる。だから今だからちょっと腹ごしらえをして緊張を和らげようとうん。パクチーってさ、健康にもさ、お肌とかにもいいじゃん。最高。なのにこんな美味しい。まあもうこんな美味しいご飯がなくなっちゃう。ラスト一口いただきます。てかさ、こんだけご飯食べても全然落ちてないのすごくない？今日リリミューの春のコレクションの新色かな、リリミューミューデッドシェアティントの05番を全体塗って06番を内側に塗ってるんだけど、全然落ちてないのすごくない？しかもめっちゃ全然もちもちだし、めっちゃすごい急にレビュー。ごちそうさまでした。めっちゃ綺麗に食べた。あー美味しかった。マジでみんなちょっとパクチー好きな方はパクチーサラダ試してみてほしい。ちなみにこのパクチーサラダに出会ったのはダダダダンっていう餃子屋さん、なんかチェーン店のそういう居酒屋さんがあるんだけど、そこでパクチーサラダを出してて、彼と2人で食べた時に感動して、これお家でも食べたいってなって再現したサラダだから、もし気になる方はダダダダン行ってみて。ということで今ね6時12分ぐらいなんですけど、7時から美容室なので、ちょっとそれまで何も食べずに、いやもしかしたら食べちゃうかも、じゃがりことかなんか私はね、こうやってサラダとか低カロリーな健康的なご飯を食べたら、お菓子とかをまあ食べていいよってことにしてるから、自分はね。で食べちゃおうかな、じゃがりこ持ってこよう。食べちゃいます。やっほー、髪を切ってきました。そしてお腹が空いたので、彼がヘルシー夜食を作ってくれたので取ります。じゃーん、あったかいおどんと冷ややっこ、かつお節たっぷりと、きゅうりの一本漬け。これはもともとつけてたやつ。あとはなんか彼が私にスコーンを作ってきてくれましたこれは食べまーす。せーの、いただきます。まずはきゅうりの一本漬け。うまっ。熱いよ、気をつけて。うん、彼特製のおうどん。しょっぱかったらごめんね。うん、うまっ。うますぎ。え、おかしいよ何これ、このおうどんめっちゃ美味しい。何入れたらこんな美味しい味なの。超美味しい。うまっ。いつも彼がこうやってちょっとヘルシーで美味しい夜食を作ってくれます。私がダイエット中だったりとか、あと彼も一緒に健康志向なので、ちょっとヘルシーに美味しいよね。最近はずっとしてるよね、冷ややっこ。彼が作ってくれたスコーン。もう
一口噛んだ瞬間うまってなった。うまっ、え、めっちゃ上手だね。よかった。本当においしい。マジ、うん、お店みたい。この生地自体の甘さがめっちゃ美味しい。うん、あ、牛乳と食べたい。全部持ってかれるね、水分。うどんやばい。なーちゃん飲みなよ。認めちゃった。彼はビールを飲みます。キャンペーン、キャンペーン。うん、めちゃくちゃうまいです。キュウリの一本漬けうますぎ。まだ作ろう。もっとつけよう。うん、マジでもっとつけよう。秒でなくなったんだこれ。うん、ということで彼が作ってくれた夕食でした。おはようございます。やばい、やばい顔なんだけど、みんな引かないで。ちょっとやばいんですけど、ご飯を食べます。今日のダイエット飯、今日はね、ウーバーイーツをしたんだけど、私が大好きなこういうヘルシーご飯屋さんみたいなところがあって、高タンパクで低カロリーなものをギュッと詰め合わせた弁当屋さんみたいなのがあって、そこをよく食べる。ちなみにここです、ウーバーイーツのあれ貼っとくね。いただきます。うん、ブロッコリー。この弁当屋さん本当にヘルシーなのにめちゃくちゃ美味しくて、ダイエットの時よく頼む。もうちょっと高いんだよね、2000円ぐらいするの。だから頼みすぎると破産しちゃう。今お昼の2時なんですけど、3時からリラアンビションの打ち合わせがあるので、ちょっとサクッと食べてサクッとメイクして向かいます。そしてこれがお肉。このお肉私量2倍みたいなのにしました。いただきます。うん、うまっ。サラダでかい。口入るかな。うん、余裕でした。今日のブー大好き、大好きってブーに言いすぎて、ブー自分のこと大好きって名前って認識してそう。うん、今日も頑張れそう。ね、ちっちゃすぎひん。今日は朝起きてずっと編集してました。髪の毛切ったよっていう2分ぐらいの短い動画を上げたんだけど、これは自分で編集しようと思って超久々に編集しました。ボブにして髪軽すぎて、こんな軽かったらマジで当分ボブだなって思う。ということで食べ続けます。本日のダイエット飯でした。頑張る、ダイエット頑張る、頑張る、頑張る。今日の食事記録、今日はねチートデーでウーバーイーツしました。じゃん、でっかいシーザーサラダと、はっデミグラスオムライス頼みました。今日はねユニクロの展示会に行ってて、ユニクロさんにいただいたお洋服を着用しています。今日のお昼は昨日のさお昼に残ってたお弁当しか食べてなくて、だからめっちゃお腹空いてる。サラダからまずいただきます。トマト、うん、うん、こんなでっかいシーザーサラダ、ね、こんなでっかいオムライス食べる人いるってぐらいでっかい。Vlog の中でももちろん食べてるとこ好きって結構言ってくださる方もいらっしゃって嬉しい。だからちょっと食べる動画を撮ってます。これ絶対3人前ぐらいある気がする、このサラダ。一口でかいよね、私って。うん、うまくいかなかった。シーザーサラダってめっちゃ美味しいね。
昨日はね、彼と記念日だったんだけど、仕事終わってから集まって鳥貴行こうぜって言って、鳥貴族で焼き鳥食べて、飲みスイッチ入っちゃって、またバーで朝まで飲んじゃった。で、二日酔い、最悪です。いつも彼と飲んで二日酔いになってる。次、オムライスがずっと食べたかったの。嬉しい。おんもめっちゃ入ってる。いただきます。美味しそうすぎる。うわねえ、やばい。いや、これ最高って意味じゃなくて、ちょっとうわ悲しいって言ってん。中がケチャップライスじゃない。私さ、中ケチャップライスが好きなんだけど、でもめっちゃ美味しそう。ほら、ちょっと一回ご飯だけからの卵。うまっ。待って、林デミソースだから中のお米トマトじゃないんだ。そりゃそうだ。やっぱ求めてた味すぎる。こんな美味しかったっけオムライスって、ってぐらいめっちゃ美味しい。なんかお肉入ってる。なんか久々にオムライス屋さんでオムライス食べたいな。ポムの木とか行きたい。大阪出てきてから初めて食べて感動したもん。昔10代の頃ポムの木めっちゃ好きやったな。よく学生の頃に行ってた、大阪の専門学生の時代に。今ちなみにこんなに食べてる。結構食べてない。凍ってみせた方が食べてんの分かんのかな。萌えあずちゃんとかこうやって食べてるよね。萌えあずちゃん大好きでずっと見てるから。お腹いっぱいになってきた。多分10時とかにお腹すくからその時に食べる。ごちそうさま。ごちそうさまでした。ちょ、食べ過ぎちゃった。今やばい。一回食べ過ぎたので休みます。また回します。今日のご飯はこちらです。さっき別撮りしといた。そしてこのピン、パンの子にもらったピンです。ポップアップでありがとうね。かわいいおパンチュ。これは朝昼兼用ご飯って感じ。まあ今もう昼なので、まあ朝ご飯は食べてなくて、これを朝と昼兼用で食べます。スープみたいなやつはインスタントのお味噌汁を入れました。納豆はね、いつも変わらずもう黒酢納豆みたいなやつが好きです。もう食べてます。イエーイ、いただきます。ご飯はね、玄米にしてます。ダイエットの時は本当は白米が好きなんですけど。味噌汁うまっ。いつも私はこの乾燥系のやつ2個入れます。味も濃く具もたっぷりにします。これはなんか野菜ってやつとわかめってやつを入れました。やっぱさ、すっぴんになった時のさ、ここの線めっちゃ気になるんだよね。これってほうれい線だよね。もうしゃあないよね。年齢を重ねるごとにさ、そりゃそうだよね。結構自分を肯定型。この見た目をどうにか認めながら阻止できるとか阻止したい。明太子やばい。世界一アナウンス、世界一です。やば、明太子ご飯ってこんな美味しかった。うますぎ。本当はね、これにいつもの浅漬けがあればよかったんですけど、食べきっちゃって、昨日の夜ね、彼と一緒にね、つけたのよ。で、昨日の夜つけたから、まだ今日の朝は味が染みてないかなと思ってやめてる、食べるの。どう？
ASMR するならさ、ライブ配信とかでしたいんだけど、できんのかな。リアルタイムで ASMR 食べてたらさ、楽しくない？なんか私の YouTube のチャンネルでさ、急に ASMR 出すの、なんか美容系の YouTube 上げてるのに急に ASMR どうしたってなるかなと思って TikTok ライブとかインスタライブとかでさ、 ASMR ってできないのかな。調べてみようかな。ボブにしてからさ、どれだけメイクが大事か思い知らされる。なんかロングの時はすっぴんでもなんかまだ耐えれてたのかなと思うんだけど、なんかボブになってからすっぴんだとイモくなる。なんか誰みたいな、なんかあんま可愛くならない気がするんだけど、気のせいかな。顔が追いついてないみたいな。髪だけ幼くて顔だけなんかちょっとおふけさんみたいな見えるんだけど、気のせい。まあなんでもいいんだけどさ、まあ、明太子ご飯食べ終わるんだけど、納豆が結構お腹いっぱいで食べれないかも。でもタレもかけちゃったよ。ラップして置いとこうかな。お腹が空いたらお菓子じゃなくて納豆を食べます。じゃーん、完食です。ごちそうさまでした。私は今から YouTube の撮影をします。じゃあね、また回します。今ちょっとね、 YouTube のね、イエベ多孔管透明感メイクの YouTube の撮影が終わって、今4時半ぐらいなんですけど、めっちゃお腹が空いたので、朝ごはん9時ぐらいに食べてから、お昼そのまま食べてなくてぶっ通しで仕事してたので、お腹空いたのでちょっと作りました。ダイエット飯と言っていいのか、こちらです。これはおじやみたいな、お米を柔らかくしたものにたっぷりな鰹節とごま油とキムチを乗せたものです。おそらく生姜が良いのではと思うご飯です。いただきます。なんかね、ダイエットしてる時はちょっとお腹空いたなとかいう時に、お菓子とかを食べて満腹感にするんじゃなくて、なんかだったらたっぷり食べれるカロリー低いやつにしようって思って、お菓子でこう腹を満たすのではなくっていうのを心がけてます。だからこれお腹空いたなと思って、本当はなんかご飯じゃなくてお菓子食べようかなとか思ったんだけど、ご飯にしました。そうで、なんでこれしたかっていうと、今4時じゃない？今日11時、夜の11時ぐらいに彼がお家に来て、一緒にラーメンを食べに行こうって約束をしてて、ラーメン食べに行くってなったら今ぐらいにこれ食べとかなきゃ、7時とかに食べたらさ、お腹いっぱいになっちゃうじゃん。そうって思って、ラーメンのためにちょっとカロリー低めのもので抑えます。いただきます。優勝。最近ね、私鰹節が好きで、よく何でもかけちゃう。なんかすごく深みが出る感じがして好き。みんなもこれやってみて。おかゆはよくコンビニとかに売ってるパックのおかゆですよ。あれを温めてそれにアレンジしてます。キムチって本当にさ、ダイエットの味方だよね。なんかガツンとした味するのに白菜っていう最高だよね。今日ボブになって初めてメイク動画撮った。めっちゃ可愛いメイクに仕上がったんだけど、これぜひ動画見てほしい。今日の朝もね、ちなみに食べたご飯はこちら。これはお米に、納豆と生卵をかき混ぜて、そこにまた鰹節とあとネギ乗せて、それにお漬物を食べました。私基本的にダイエットしてる時は、自分が体調悪くなった時に食べる病食っていうのを意識してて病院食、やっぱ病院食ってさ、栄養価は割とあるけど消化がいい、お腹に溜まりにくいってものにしてると思うから。そうなの。今日ラーメン楽しみだな。明日お休みなの。だから前日にむくむもの食べても全然いいっていうので行きます。お仕事の日だとさ、ラーメンなんて食べちゃったら次の日むくんで体重くてさ、仕事のパフォーマンス落ちるじゃん。だから食べないんだけど。美味しすぎ。完食。6時から次ズームのミーティングがあるので、ちょっとそれまでサムネ作ったりとか、ちょっと作業、事務作業します。はい、ということでダイエット中の食事記録以上だったんですけれども、いかがでしたでしょうか。みんなダイエットね、毎日辛いかもだけど、お互い楽しみながら無理せず頑張ろうね。じゃあねー。